はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。猫石屋様、 M 様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。眉唾 TBS 報道増税総理周辺の言葉として、本当にいるかどうかわかんないですけど、その関係者とか官邸周辺とか総理周辺って本当に実在すかわかんないですけど、総理は絶対に折れない、ここで折れたら政権が潰れる、まあ増税のことね、増税しないと政権が潰れる言ってるみたいであります。高市さんは政治生命をかけるなら自称を出すべき、これはあくまで増税に反対するんだったらは内閣の一員っていうことは総理チームってことですから、まあ大臣辞めるべきっていうことかな。公明党が防衛国債に反対している、これも眉唾だなーって思うんですけれども、ネットの反応です。じゃあ潰れろ増税せんと潰れるって尻滅裂、岸田政権が潰れても痛くも痒くもない、もう潰れてるでしょ、岸田の代わりはいくらでもいる、マシだよね、岸田じゃない方がマシなんじゃないのかな、何も考えてないんだろうな。政治センスゼロ、さすが岸田藩やで、岸田に未来がないのは分かった、財務省の使い捨て総理、何をやろうが何をやるまいがもう終わっている、イメージ悪いもんね、支持率も 33% ぐらいになっちゃったしね、麻生政権末期で、まあその頃はね、テレビの影響力が今より強かったですけれども、麻生政権末期 22% とかいう数字、見た覚えがあるけど、笑ってらんないですよ、岸田政権も 33%、試験ですけど、増税しないと政権が潰れる、これ総理自身の考えなのか、そのくっちゃべってるいるんだかいないんだか分かんない総理周辺の意見なのか、まあ不明ですね、世間を分断したい TBS のデマかもしれない、自民党の支持率落としたい TBS のデマかもしれない、増税すると政権が潰れる、これが普通の、一般的な脳みその思考じゃないんすか、戸締まりすると泥棒に入られるであるとか、増税すると政権が潰れるが普通じゃないかな、まともに考え、増税しないと潰れる、おかしいな、交番増やすと泥棒が増えるとか消防署増やすと火事増えるとか、これ球場信者が言うところのですね、防衛すると戦争になる、オスプレイ反対とかと一緒の謎の理論では、普通の思考と逆、それにですね、増税した政権内閣は短命って相場決まってんですよ、消費税、0から 3% にした竹下内閣、576日、2年を迎えられない、3から5にした第2次橋本内閣は309日、5から8、8から10に決めちゃった野田佳彦内閣482日、国民福祉税構想をぶち上げました、細川森博内閣263日と、安倍内閣一時は、まあ民主党政権前はちょうど1年365日、プラスですね、2012年末から始まった安倍二次内閣は7年と9ヶ月と21日持ちました。まあ増税実行しちゃいましたけど、消費増税実行しちゃいましたけど、決めたのはまあ野田佳彦政権ですかね、増税実行あるいは増税しようかなって言った政権は2年目を迎えられないっていう実績があるんですよ。これこの通り、増税しないと政権が潰れる、よほどのバカが言ったのか、よほどのバカが思ってんだが、そのバカって総理なのか総理周辺なのか謎ですけど、細川内閣なんかね、福祉税っていうのはどうって言った2ヶ月後に潰れてんのに、実行せずに言っただけなのに高市さんは政治生命をかけるなら辞表を出すべき、ここもおかしいんだよな、政治家だったら
国会議員だったら、常時いついかなる時も政治生命かけてるべきなんだよね。政治生命かけて喋るべきなんだよね。政治生命かけるならっていうことは、反対を通すなら、辞表を出せ、妥協しろってことでしょうね。総理に任された、まあ経済安保大臣なんで、いわば総理チームの一員ですよ。増税反対を貫くならば、まあ大臣辞めるべきなのは筋なんですけど、大臣辞表を出すんだが、議員の辞職、辞表出すんだが、わかりにくいな、TBS 報道はな、悪意があんのかな、バカな大将、敵より怖いっていう言葉ありますけれども、総理と周辺が、周囲が、バカで参ったな、本当に。子や孫が、重税で苦しむんだぞ。言っても多分これもわかんないんだろうな、バカでな。FNN 報道、法人税、増税、タバコ税、酒税、増税、復興税、流用で1兆円ひねぐり出すと、いうような案が出てるという報道なんですけども、ネットなんです。じゃあなんで復興税取り続けてんの？過去最高税収だ。よし、増税するぞ。そろそろ岸田追悼の直面が下ってもいい頃。無駄を省くことは絶対にやらない。コロナ予算10兆円を半減すれば、朝敵は財務省。復興税もういらんやろ。復興税2037年までだよ。どうすんのこれ。着々と増税を既成事実化してんなぁ。2037年までの復興税をその後も取り続ける魂胆でこんなこと言い出したんでしょうね。復興税を復興に使わないで防衛に使うんだったら、国防税って、ちゃんとすべきでは。いちいち詐欺っぽいんですよね、あの財務省の。あの目的税、いわゆる目的税、消費税は福祉に充てられますって、言ってみたり、ガソリン税は道路の整備に使いますって言ってみたり、金に名前書いてねっつーの。財務省の目的税はですね、すべて反対しにくくするための欺瞞です。自民党のあの情弱の不勉強議員どもがコロリと騙されてて情けない。金に名前書いてんのか、おめんちのあの金にはよ、言うので、はっと気がつかないんだから、寝ぼけた頭で。普通の脳みそだったらこう言われりゃそうだよな、金に名前書いてねえよな、目的に当てますって言ったってそんなのわかんねえよな、一旦あの国庫に収めてごっちゃになったら。野党議員がそれ以下の論外で、与党議員は全く勉強しねえでも務まっちゃうのね。劣化しまくりだから、バカになりまくり、これが日本の不幸の一つだと思うんですけれども、あれこれ付け替えじゃなくてですね、実質税負担率 48.1% を少しでも下げないと子孫が気の毒なんですよ。子や孫が。コロナ屋さんが10兆円とは知りませんでした。早くコロナ5類にして、無料の検査とか無料のワクチンとかやめちまえ。あとは男女共同参画予算10兆円もやめちまえ。外国人生活保護も外国人留学生超優遇もやめちまえ。削るとこあんだろいっぱい。って思うんですよね。外国人実習生の不当解雇や賃金未払い相談件数が毎年毎年増加、2万3701件になりましたとさ、2019年っていうから、3年前の3倍になっちゃったって。ネットの話、奴隷やん。今すぐ制度廃止よ。なんで解決しようとしないんだろう。違反企業に罰則を。こんなことすっから逃げ出して犯罪に走る。老気無能。これも氷山の一角。なんでこんな奴隷制度作っちゃったのかな。外国人の恨みを蓄積していくクソ制度。そりゃあ外国人犯罪増えるはずだ。適正な賃金払って日本人を雇えないブラックがまともな雇用をするわけがない。なるほどな。実習生として連れてこられてる現代の奴隷は6月末時点で約37万人だそうです。報道によれば。日本の労働者人口は約6500万人なんで、たったの 0.5% ですね、実習生は。これなら今すぐやめられんじゃないの？外国人実習生来ないと困るなんていうとこ、ビビたるもんでしょ、これ。ビビたるもんでしょ。あの会社。0.5% しかいねえんだからさ、ビビたるもん。たった 0.5% のこの労働者がよ、相談件数 23,701 件、
32万人中2万3000件の相談つうことは、14人に1人は相談してるってことになりません？13人は無事なんだからっていうのは、これ氷山の一角で、相談したくても知らないとか、その窓口をね、そういうのもあると思いますよ。失踪者は毎年ベトナム人だけで5000人以上、全体では1万人以上っていう、日本社会に対する絶大なる悪影響。0.5% の外国人労働者を雇用している企業の経営陣は、本当に日本人なのかな？日本人なのかな？日本と日本人の悪評獲得、イメージダウンのために賃金未払いなどわざとやってないか疑問なんですよ、これ。調べてみないとわかんないんじゃないですか、これ。連れてこられて、こき使われて、金もらえない外国人のためにも、悪質企業や悪質農家を潰すためにも、制度自体やめるべきであります。いくらの税金が投入されていくか知りませんけど、この制度に。相談窓口維持するだけでも、金かかってんでしょ。23,701 件の相談受けられる人員配置してんでしょ。それでパンクしないでやっていけてんでしょ。相当な金かかってると思いますよ。増税言い出す前に、こういうね、有害な出費、まずなくせ。実習制度自体をなくせば、窓口だって因縁だからさ、その窓口に年間いくらかかっていくか知りませんけどね。というわけで、メール党員さん、大募集であります。毎日届く、読むだけで賢くなれるメールをご購入、ご購読くださり、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。